どうもアフロゼットです。今回は KL1000 コントローラーの備忘録動画です。ブレイキンググラウンドエキスパンションで導入されたロボテックスパーツの一つ、黄色いやつです。ロボテックスはヒンジ、シリンダー、サーボ、ローターなど、稼働するパーツをあらかじめどのように動かすか指示することで、ボタン一つで一定の動作を行ってくれます。簡単なプログラミングのような感覚です。この動画では、基本的な操作方法の流れを説明をしていきます。今回作るものは、回転式ミサイル発射装置です。発射装置にサーボをつけ、回転させてミサイルを発射できるようにします。現在、素材としてこの機体を使用します。コントローラー以外は設置済みです。はじめにコントローラーがない時の動作を確認します。ミサイルの発射やカーボハッチの開閉はアクションキーで操作可能ですが、サーボの回転は入力するしかありません。そこで KL1000 コントローラーの出番です。この機体だと、サーボのターゲット角度をマイナス180度、マイナス90度、0度、90度でミサイルを発射できるようにしていきます。コントローラーの設置は機体のどこにでも設置 OK。設置したら、アクションキー設定、KL1000 コントローラーをクリックした後プログラムしたいアイテム、今回はサーボを選択します。選択したら、アクションキー設定の一番右の欄、選択中のパーツにプログラムしたい項目が出るので、必要な項目を選びます。今回は、サーボのターゲット角度、次にプログラムに入ります。そのままアクションキーの設定の選択中の KL1000 コントローラーのトラックエディターを開きます。ここで動きを設定していきます。サーボの初期角度はマイナス180度なので、ここからマイナス90度に回転させるよう設定していきます。緑のラインの一番左が開始地点で右端が終了地点です。左端を初期角度のマイナス180度で入力。右端をマイナス90度で入力します。これで OK。エディター左上の再生ボタンを押します。するとサーボが動いてくれます。シークバーを動かすことで途中の様子も見れます。またエディター右上の長さというところで、動く速度を調整できます。今回は 2.0 でやってみます。最後にアクションキーでこのコントローラーのシーケンス再生を設定すれば準備完了。ではテストで一度飛ばして動作を確認します。
問題なさそうですね。最初の発射シーンと違い、余計な操作やタブが出ないので画面がスッキリします。それで歯コントロールを増やして完成させていきます。最初のコントローラーがマイナス180度、マイナス90度。残りが、マイナス90度、0度、0度、90度の3つのコントローラーを付け加えます。設定方法先ほどと一緒です。それで歯飛ばしてみましょう。いい感じ。このように KL-1000 コントローラーを使用すると機体などの作成に幅が広がります。アイディア次第でどんどんその幅は広がるので、まだ使ってない方はぜひ。それでは、最近この存在に気づいたアフロゼットでした。